どうも、ショータイムゴルフ。また今日の賞金、なんと総額18万円。イエーイ、ありがとうございます。今日の協賛金、とある YouTuber からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の賞金なんですけども、1位が10万円で、2位が5万円、3位が3万円、4位が何もなし。はい、どうもということになっております。で、今日の、選手紹介しましょう。こちら、ゴルフ界が誇る問題児、伊藤翔吾。ちょっとズームしすぎた。そして現れました、竹内輝樹プロ。お願いします。そして私ですよ、菅修一。イエーイ。そしてなんと今日は翔太、回ります。ナイス、左肩復活。試合7ヶ月ぶりぐらい。おお、7ヶ月ぶりぐらい、うん、いいね。今年まだ試合出てないんだよ。なるほどね。初試合、ショータイムゴルフで、うん、素晴らしい。復活おめでとう。復帰戦、いや、今日は素晴らしいドライバーショットが見れるってことだね、うん、そうだね。もうほんと、このクラブにしてから全然曲がんないよ。じゃあ、お願いします。はい、これは柔らかいか。ナイスショー、最高。どうぞ。はい、ナイス。はい、ナイス。いや、これカート右？右ですか、あと。じゃあ、右狙う。シャツ。肩治ったんすか？治ったよ。あれ。うん、OK、ナイスショー。サンキュー。T どこ行った？後ろだ。変わらず。するね。いや、俺本気出したら世界の軍事バランス崩れちゃうからさ。軍事バランス。優しく打ってんだよ。お願いします。お願いします。オッケー、うん、完璧、ど真ん中。ナイスです。やっぱうちの組レベルが違うね。レベルが違うね。この辺250。はい、テルキの2だね。270スプーン、ナイスショー。人生うまくいってる？いや、全然。あー、でもさ、ゴルフの調子崩せば人生の調子上がってくるかもしんない。さあ、ショーゴの2打目。あー、ライ悪っ。俺からしたら絶好のライだけど、ライが悪いらしい。左だね。なんだよこれ、暗くなんだよな、本当にな。ふざけんじゃねえよ。俺が持つと明るいのか。なんだっけ、小学生の頃かなんかさ、試合でお父さんと間違えられた。あ、そうそう、お父さんと間違えられた。ショートさんのティーショットはラフでしたけども、缶のボールと距離は一緒。240ないぐらいじゃないですか、ピン手前だから。235とか、ちょっとフォロー。ボールはちょっと沈んでるんだよな。フライヤーする可能性はなきにしもあらず。あー、滑ってったな、ボールが。あー、大丈夫そう。その辺 OB まではいかなかったですね。やすげえ。まあまあ、ナイス。松山英樹みたいに話してもまっすぐ。まあ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 。アメリカのお母さん。アメリカのお母さん。ちょっとスタート前だ。58ヤード58度。58ヤード58度。
ます。うん、ナイス。ワンピンぐらいかな。まあ、翔太といえばね、この卓越したアプローチ。ああ、いいね。転がれ。ちょっと下濡れてたね。ちょっと下が濡れてたわ。ちょっと手前で止まっちゃった。缶の3打目は花道から30ヤードぐらいですかね。30ヤードぐらい、 OK。 エッジからは3ヤードぐらいしか入ってないです。3度。ちょいだ振り。いや、弱えわ。転がらねえ。エッジで止まりました。正午の3打目は左バンカーから、まあ、この木は大丈夫そうですね。ちょっとつま先下がり。うまく打ったか。ああ、ちょっと右か。翔さんの近く行った。ああ、これ入ったわ。カンの4打目。今日グリーン早かった。いや、そうともない。あ、そう。うん、ちょっとスライスかな。ナイスバーディー。ああ、弱い。 OK。 ナイスパー。翔太、お、あれは入るパターじゃないか。知ってる、あれ超入るよ。ナイスバーディー。やるね。重いね今日。朝露だね。何か。いや、パターはいいんだけどグリーンが重かったね。勝手に抜いてろ。何、今日ってマッチプレー。え、賞金勝ってるから。あ、そうなの。何、なんかいつも俺らマッチプレーしてんじゃん。最終ホール100アップとかさ。なんだ、マッチプレーじゃないのか今日。4バーディー、4バーディー、惜しい。ナイスパー。さて、こちらはね、竹内照樹。もう彼とはね、小学生からの付き合いなんだよね。いや、これピン抜いたのが間違いだったな。あ、これピン抜いたのが間違いだわ。ドスベリ企画。ラフバンカーニダバズで、あれ超面白かったけどね。面白かったな。ラフバンカーニダバズ、結構ニダバズ食らうでしょ。うん、だって優勝が110とか。俺一打ですね。そっか、うん。ナイス。ナイス。素晴らしいね。素晴らしいね。やっぱセブンドリーマーズがいいんじゃない。これちょっと左すぎんの。あ、そうでもねえよ。あれ結構いいよ。こっち。落ちたか落ちないか。いや、あれ意外といいんだよ。Oh my god。飛びすぎたら OB だよ。飛びすぎてねえから。増えたの。増えたのに減ったの。うん、体重。増えにしたの。いや、何にもしてない。飯食って寝てる。ストレス。ストレス一切ない。はい、ナイス。めっちゃいい球。
セルキと翔太だけいいとこ行ってこな、おい。マラサイク左の人この辺あなたたち。やっぱ俺をもっと出した方がいいんだ。そうだね、うん、頼む。俺だけ出しときゃ間違いない。困ったら俺を出した。パー4で250ヤードぐらい残ってる。そんな残ってないんだ。あ、250ない、150の間違い。右に打つとろくなことね。カンのセカンド。左にもろくなことないのか。ああ、全部ろくなことねえよ。これ、あかん。これなんですが、目の前の木がちょっと邪魔になりそうです。これ狙い目としては、やっぱり木に当てて、そう、木に当てて、距離をロスさせる。だいたいこのぐらいの生い茂り方だと何ヤードぐらい落ちるの？葉っぱ1枚1ヤードとかで10枚当てる。10枚当てんの？そう、10枚当たればちょうどいいよ、この。結構生い茂ってるけど。ああ、生い茂ってる。何番やん？9番やん。150ヤード9番やん。本当に10枚ぐらいの感じだったな。当たったんだけど、どこ行った？どこ行った？ナイスって言ってるよ。ちょっとでかい、ちょっと大きい、うん、まあ、真っ直ぐ行った。まあ、真っ直ぐ行った、うん、はい。葉っぱに当たった分だけフックしたって感じ。これ葉っぱ、こういうのはやっぱトラブル慣れが必要なんだよ、ね。うん、だからフェアウェイばっか行ってるようだとああいったことはできない。葉っぱ1枚1ヤード、そうそう。例えばああいうところに打つとか、ほら、ああいうところもうなんか取るのも苦労するような、ああいうところに打たないとうまくいかない。126、え、これなんかもっとありそうな気がするけど、ね、登ってる分そう見えるだけかもしれない。9番やん。風でもなんかややフォローの感じはあるよね。左からアゲンスト。なるほどね。ちょっと右かな。ちょっと右だったね。風がやっぱ左から来てる。ドくんのボールは斜面、左斜面。あ、大丈夫。グリーンはあっち方面です。うまい。ちょっと前ただ111 116。良い球。ナイス。ナイスです。やべえ、ライン読みのラの字もできてる。ナイスタッチ。ね、今なんか大人になった。俺もさ、テルキ選手のバーディートライ。これはね、翔太風に言うと、ソーイーズィーだね。来た、ソーイーズィー。ソーイーズィー。ソーイーズィー。いやー。ソーイーズィー。おー、ソーイーズィー。翔吾のパーパット。ちょっと今日グリーン重いね、翔吾。切れないね。オーケー。いいっすか。うん。上りフック。ああ、切れちゃう。切れんのか。ちょっと弱いね。重いね、今日ね。重い。練習グリーンはちょっと重いかもね。うん、まあでも乾いてくればね、うん、ちょっとは。じゃあ俺が立った瞬間に乾く。みんな何？なんかボールが。乗るんすか？乗るな。ゴミだね。ボギー。イブンイブン。結構グリーン難しいかもね。いや、いいね。ちょっとこう、ね、狭めなグリーンだけども傾斜があるみたいな。久しぶりだね。久しぶりだね。何年ぶりだ、ラウンドするの。いやー、もう数年会ってないね。ここ数年間俺は調子良かったけど、君はどうだ。うん、絶好調。あ、絶好調。それならよかった。
もう関東行ったら2、3年前ぐらいまではなんかこう、どんな小さな試合会場でもいるっていう。ああ、俺ね、どこに行っても試合会場に行ったら会えるっていう、ね、イメージ。ツアーでもマスターズでも会えるみたいな。うん、そういうイメージだったけど。チー最近店忙しいね、うん、いいことだ、うん、いいことなんか悪いことだ。いいことでしょ。めっちゃ切れてんじゃん。なんでなんでなんで、ね、ちょっとこれは放送できるか分かんないけど、忙しいのに、忙しいとさ、イライラしちゃう。忙しすぎてもう来るなと。ただあまりにも暇すぎてもどっか遊びに行っちゃうし、忙しすぎると今度イライラしちゃうし。やってちょうどね、缶のお店前行った時さ、あの2アンダーぐらいのスコアがいいんだよね。セルフさあ、これ電源だ。これ超使いやすいじゃん。俺さっきまで何やってたの。さっきまでじゃねえよ、ここ半年何やってたんだよ俺。なんだここ電源だったのかよ、言ってくれよ。8、うん、やっぱ8だよね。横にしたら無限大だもん。あー、ちょっと巻いてる。ジャクソン、ちょっと巻いた分でかかったね。まあ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 じゃない。まあナイス、ありがとうございます。いいね。これもちょい左、俺の方向。ナイスナイスナイスバーディー、ナイスバーディー。いいね、ナイスバーディー。すげえ、なんかターザンしてうわー。オペラじゃねえんだから。おいいね、ピン筋ってる。ちょっと大きいけど間乗った。いいでしょ、うまいね。ありがとう。うん、俺に言ったんだよ。うん、もちろんもちろん。誰に言うんだよ。分かったね、俺がベタビンにつけるって。間違えて入っちゃうんだよ。ダメだ。なんであんなでけんだよ、俺のこと。でっか。8番でしょ。8番だよ、これ。7じゃねえ、8だよ、これ。やば。ほんとね、最後もさ、52度で160度くらい飛んで OB だって。そうそう、ほんとな、あれすごいよね。惜しい、惜しい。ナイストライ。準備できたんだと思います。はーい。ちょっとプロラインに外しすぎたね。ナイスタッチ。OK、ナイスパー。マナーいいね。問題児だけどマナーいいね。惜しい。ちょっと強かった。相当溜まってんね。80センチぐらいは。ナイス。バーディー。ナイスバーディナイス。ああ、2連続3パットだよ。あ、ごめん、ちゃうけど。マントで。アイアンあんな飛んでもしょうがねえよな。とある YouTuber さん、本当にありがとうございます。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。超えんのこれ、いけ。ナイス、いけ。え、超えんの？超えない。